今日道内では新型コロナの新規感染者が少なくとも130人以上となることが分かりました。まん延防止等重点措置を国に要請する基準を上回ることとなります。関係者によりますと、今日も札幌で新規感染者数が110人台となるなど、道内全体で130人以上の感染者が確認される見通しです。これにより直近1週間の人口10万人当たりの感染者数は、まん延防止措置を国に要請する基準の15人を超えることになります。道は専門家にも意見を聞いた上で国への要請を判断します。友達と大きな声で笑い、触れ合うことができる日常が戻るように、皆さんと一緒になって、頑張っていきたいと思います。最近では子どもたちの変異ウイルスへの感染も確認されていて、道や教育団体などは今日、子どもたちの命と学びを守る共同宣言を採択しました。学校内でマスクの着用や手洗いなどを習慣にすることや、修学旅行の行き先は慎重に検討することなどが盛り込まれています。